先日セパ交流戦を見に甲子園へ行ってきました。甲子園球場って本当にたくさんの人が来るんですね。私は最近月夜会キャノンを覚えるくらいのにわかなんですが、甲子園で飲むビールが大好き。特にキリンで買えるこのフローズン生がめちゃくちゃ好き。この日はカンカン照りの33度、ビールがうまかったですわ。せっかくなのでケンタッキーで買える交流戦限定の辛口セット、衣が辛いだけの普通のチキンだけど、野球見ながら外で食べてると思うとすごい楽しくて美味しいので、甲子園は素晴らしい力をお持ちですね。このちっちゃい方のチキンもマジで辛いだけの普通のチキンだった。甘がよ、剛速球投げたり全力疾走する選手を見て、体張ってる人たちかっこいいな、自分ももっと頑張ろうって思う。そして気づいたらあっという間に甲子園マジックでビールがなくなっているので、チューハイをおかわりしました。かわいい売り子さんの笑顔が甲子園で飲む酒のうまさに拍車をかける。みんなが歌えるようにスクリーンに歌詞が映し出されていて、合唱祭を思い出した。大人になってからこれだけの人数が集まって同じ一つのことに集中するってなかなかないことやん。楽しくてお酒が止まりませんでしたよ。売り子さんが届かない席の方の人にお酒をおつまみを回してあげたり、思いやりの場もたくさんあったのでほっこりしました。夕方になってくるとシートがだんだん影に入って、すごい涼しくて気持ちよくなってくるんですね。逆転劇の一番面白いところで爆睡かましてました。